こんにちは、ゆうです。バザーのおじさんです。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、ちょっとね、動画投稿、ちょっとね、前回の極悪から百式になりますって言って、その覚悟のね、その間にワンクッション、強靭の称号を挟んじゃったんですけど、あれでね、もうちょっともう、朽ち果ててね、もうちょっと灰のようになっちゃって、はい。ちょっと、はい、体力回復に努めておりました。はい。すいません。で、そう言うてる間にね、ガンダムコラボが始まって、で、昨日の深夜か、昨日の深夜と、はい、朝、ガチャ更新、待機配信ですか、はい、お付き合いください。ありがとうございました。はい、メインアカウントでは、ゴッドガンダムが、はい、出て、適当にね、ちょっと皆さんと遊ばせて、適当にっていうか、適度にか、はい、遊ばせていただいて、ありがとうございました。お会いしてくださって、はい。で、今回は、ごめんなさい。無課金サバカシバリマル、今日もやっていきたいと思います。どうせならね、まあ、僕ガンダムめちゃくちゃ好きで、多分ねずっと動画を追いかけてくださってる方は、僕ガンダム好きなうっすらか、まあ、はっきりか分かってくださってる方がいらっしゃると思います。でガンダムコラボ来ちゃったんで、はい、どうせならちょっとガチャ引こうと思いまして、はい、こちらですね、はい、魔法石塾ガンダムシリーズコラボガチャ2と魔法石塾ガンダムシリーズコラボガチャ、この両方引いていきたいと思いますんで、どうかよろしくお願いします。はい、まずはね、クリア報酬星5以上確定ガンダムシリーズガチャ、ガンダムエアリアル降臨のクリア報酬ですね。エアリアル降臨はね、割と早くクリアできましたね。それだね、最高。こちらがシリーズ1ですね。はい、こちらが1でもダイヤがじゃあ、金やったゲルク。よし、ゲルグルグルルル、ゲルグーの名前ループさせてどうすんねん、ゲルグー。欲しかったんですよ、ほんまに。よかった、あと2体でループできるよ、ほんまに。で、除名カードもついたんだね。それでは、はい、こちらが、クリア報酬。ガンダムシリーズモビルスーツ戦上級のクリア報酬ですね。こちらはどちらでしょう、シャアの方かな、はい。シャンホーですね。よし。はい。無料から全然ダイヤ。カモン。ああ、ちょっとグレード下がったね。はい。ズゴック持てんかったんちゃったか。なあ。記憶力ええね、ガンダムのモビルスーツに関しては。ズゴックどうなったの？アイアンネイル。いいっすよね、ズゴック。ズゴック、ああ、朝の配信使った。よしよしよし。それではね、ユーザー情報、購入歴。無料配分90個です。ね、前回魔法石全突破して強靭になったんですけど、ちょっとはその予定外、ちょっとね、パズルうまうまの、まあ、メンバーシップさんにちょっとお手伝いいただき、はい、ちょっとね、真面目にクリアというか、ズルしました、というか、これもね、はい、連れて行ってくださった方ご好意ということで、ちょっと存分に甘えさせていただきました。はい。宝石無料配布90個でございます。はい。もちろん全突破します。はい。で、狙いがですね、ガンダムシリーズクラブガチャの、ちょっと待って、お見せしましょうか、一旦。こちらですね。はい。こちらとなっております。結構、ちょっとエンドレスワルツにも進化させちゃったんですけどね、ウィンガンダムは。羽のやつが好きすぎて、はい、まあ抑えたいところはちょっとニューガンダムは欲しいんですけど、やっぱりねシリーズ2がちょっとシードとかも欲しいんですけどね、どうしようかな、ちょっと待って、でもやっぱり僕ちょっとね、閃光のハサウェイとかもめっちゃ好きなんですよね、ほんまに。小説映像化される前から小説の内容を全部把握するぐらい好きだったんで、でユニコーン狙って、それではね、こちら引きましょうか。狙いが出たらね、ちょっとやめようかな。ドーンのね、はい、ギラ動画、これは今日もし多分上がってると思うんですけど、ショートと同じですね。ギラちゃんズールや、はい、袖付きって言うんですけどね、敵のジオン残党なんですよ。はい、とりあえずダイヤでまずね、はい、なんなら確定です。うっす。
そう。ギラズール。え、ゲルググでしょ。ゲルググズゴック。赤、もうジオン軍のバッチつけようか、称号。ジオン広告軍の芝居のあるになろうか。はい。じゃあ、2回目 ?3 回目か。はい。よし、行きましょう。はい。もう金はいないよ。あ、スターク・ジガンね、スターク・ジガンね。はいはいはい。これ、もうユニコーンの、あ、ジガンですね。ジガンね、この時代にとっては結構ね、片落ち気味なんですけど、これ体調機仕様なんですよね、スターク・ジガン。違うか。はい。ちょっと焦ったな、ハイパーパズーか。はい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 。まあまあいいでしょう。まあまあいいでしょう。言うてもね、パズドラの中では全然片落ちしておりません。はい。じゃあ、4回目。頼むよ、ほんま。メインアカウントがね、ちょっと無料でね。いいよ、ちょっと待って。あ、リゼル、リゼル、リゼル。確実にちょっとグレードアップしてる。リゼルはね、ちょっと体調機なんですよね。結構その、ウェブライダーに変身するんで、はい。ユニコーンガンダムの世界なんですけど、はい。リゼルの体調機が、リリー・マーシナスさんっていうね、あの、ユニコーンのツイとなってる RX0 がユニコーンの形番号で、RX0 の2が、バンシーっていう黒いユニコーンなんですけど、それが、それにノラハル、あ、これ言うね、もういいか、ノラハル・バンシーの、その、リリー・マーシナスさんが最初乗ってはった機体ですね、リゼル。はい。その次ね、僕、デルタプラス結構好きなんですよね、ほんま。デルタプラス、よっしゃ、来た!デルタプラスやったっけ?あ、レインゲーム僕好きなんですよ。めっちゃ好きなんですわね。あの、G ジェネとかもやってたんで、はい。バカにする!操作時間回復、マシンタイプの攻撃力が2倍、全員のダメージ上限値が50、これありがたいね、結構、はい。結構ね、ほんま僕ね、ほんま、あ、浮遊武器 !OKOKOK! フライドユニット。これミノフスキーフライ、クラフトっていうね、システムでね、浮いてるんですけどね、はい。そんな、ちょっと、あれかな、ちょっと。言うてることあれですね、マニアックすぎてわけわかりませんね、これ。ただのガンダム YouTuber みたいになってますね、はい。あと4回ですね、はい。こっからダイヤの流れですよね。よっと。いや、ギラズール。ギラズール。消せない、ちょっとこれ何ターン?消せないドロップ、僕、シュパイノマルは、消せないドロップ状態を全回復と全ドロップ強化と一旦のダメージ吸収とダメージ吸収を無効化、ループできます。はい。全然どやることじゃないですけどね。はい。ちょっと待って、泣きそう。ちょ、ほんま真剣にちょっと、やばいんですけど、あと3回ね。あと3回ね。はい。ここでね、ガンダムで大逆転狙ってね、木のご厚意に、リゼルね。はいはいはい。確かにリディさん好きって言ったよ。どうしよう。この調子だとちょっと不安。あと2回ね、あと2回。まだダイヤ1回しか出てないですよ。はい。芝居だからね、もう声裏返ったら、もうほんまにね、ちょっと、この、おい窒息しかけたわ、今。息詰まりかけたわ、なんかもう。ギラズール艦隊になってまうやんけ、これ。ちょ、ほんま、やばいって。ちょ、ラストになってもうたんやけど、どうしよう。いきますね。はい!頼むよ!ちょ、待って。ユニコーンガンダムの銀卵の押し売りですか?一応結果見ていきましょう。こちらですね、ショートの方ではギラズールが出まして、はい、エアリアル回収しまして、で、ゲルググが無料、ズゴック無料、ギラズール、スターク・ジェガン、リゼル、ペネロペ、はい、ギラズール、リゼル、ギラズール、リゼル。ビンゴできるんちゃう?とりあえずジオン号を記念しておきますね。ちょっとやばい、
心に来るものが多すぎて、ちょっと何か交換できないかちょっと探してきます。それではちょっと、はい、はいはいはい、ホースインパルスにクシーガンダムにマスターガンダムにシャーザクにゼータガンダムにダブルゼータガンダムにウィングガンダムにガンダムエクシアバルバトス、ここ下見3体はね、いやここら辺はゼータガンダムはね結構ねそのランク上げとかにも使えるんですよね。んでマスターガンダムでしょ。マスターガンダムはちょっとループさせてなんぼみたいなとこがあるんで、ちょっとあの用事があんまないのと、クシーガンダムはねちょっとこっち交換の方じゃ見てどうすんね。クシーガンダムはクシーガンダム光回復の同時攻撃でダメージ半減、攻撃力が45倍、コンボカスマシンタイプの HP が 2.6 倍で、すごくね僕の持ってるウィングガンダムゼロのエンドレスバルツ版とめちゃくちゃ相性いいんすよねこれ。いやーこれちょっと交換する。フォースインパルスはこのデスティニーガンダムになるんで、で闇、非闇でしょ、三色区強化じゃなくてこのデスティニーガンダムシードの方、これで、行くとですね、これも結構いいんやけどな。デスティニーありやな、デスティニーでちょっとシーンがね、デスティニーでちょっと不遇な扱いやったんで結構、はい。でもシードフリーダムでのね、満足いく結果やっと。だということを言うてはるんでね、ジャスティスかな。でも無難なとこ行くとどれかな、つうか普通に渋すぎて投げてくるじゃあ結果画面で終わりましょうか。はいはい、今回はズルしましたみたいな感じでね引かせていただいたんですが、本当お相手してくださった方にはおもろい結果が皆さん的にはね、そのどうなんでしょうね、これはこのねほぼほぼガンダムユニコーンの世界からしか出てないですけどね、ホビリスーツ、はい、それでは今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。ぜひぜひその今ねライルをね、ライルってなまってんね、ライルのパーティーで組んでるんですけど、このガンダムでどのキャラがおすすめとか、またはそのちょっと、ね、このからキャラとこのキャラも交換しといたらもういけますよみたいなとかね、ぜひぜひ百姓のアドバイス等ございましたら、ぜひぜひそちらもコメントに、あとどんな意見でもいいのでお気軽にコメントくださると嬉しいです。あとね、皆さんガンダム好きな方、何のガンダムが好きとか、ぜひコメントでそれも教えてくださると僕めちゃめちゃ長文で語りに行きますんで、はい、よかったらよろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺で、おいおい、こう言うたか、はい。動画久しぶりすぎて毎回忘れるよね。はい。それでは今回の相手は私、ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。